SDGs とは、持続可能な社会を目指すこと。徳島県では、SDGs を自分ごと化して、実践している人がいます。今回ご紹介するのは、出尾浩二さん。観光資源を生かして、西安活性化に取り組んでいる出尾さんは、もともと JR 四国で旅行業務に携わり、2013年に現在勤務する一般社団法人空の里へ、観光地域づくりマネージャーとして活躍されています。このエリアは古くから傾斜地農法を行い、自然とともに豊かな暮らしを守り続け、桃源郷とも言われる一方、人口減少による担い手不足が課題となっています。この傾斜地農法そのものがもう SDGs の取り組みと言って過言ではないので、まあ、まず私どもが守ってきた、まあ、先祖からこう伝えられて守ってきた伝統農法であったり農業文化、まずこれを守ることからやりましょうよっていうのが私たちの SDGs のまず取り組みの第一歩です、はい、空の里は学生たちが農泊する教育旅行やインバウンドの誘客を軸に地域の魅力を作り、観光の力を借りながらこの地域の持続可能性を高める活動を目的としています。持続可能性をこう内包した山の暮らしを、観光産業にちょっとこう活用して地域振興に役立てようという、まあ、それは課題だと思ってますね。徳島って世界に誇る本当にこう欧米の人の言葉を借りると桃源郷の暮らしがあるところですね。こんなこう自然豊かな環境で暮らし、まあ、ちゃんとカフェもあるし、インターネットを通じる、ね、都会と同じものも買うことができる。でこのこう私たちが暮らしている環境の豊かさをお金があっても買えないので、ぜひそこをですね、守る人にぜひなってほしいですね。地元のものを美味しく食べてほしいですね。でその消費を通じて SDGs に参画するんだという、消費する価値っていうのをぜひ一回考えてほしいんですね。こう消費をするときにちょっとエシカルな目で見て、地域づくりに貢献するにはどういう消費をしたらいいんだろうかっていうところから、まあ、ぜひ意識を持ってもらうと、まあ、いっぱいあると思いますね。私たちの未来を変える鍵は一人一人の SDGs アクションにかかっています。持続可能な社会のために今から一緒に始めましょう。SDGs とはみんなが明るい未来を作ること。一緒に未来を作りましょう。